はい、どうも、みそこちゃ、エルツです。ということで、今回なんですけども、7周年直前ということで、超ごまんど周年ごめんなさいをやっていきたいと思います。はい。でですね、いつも通りね、ちょっと動画出す時間がだいぶ遅れてきてしまっているということで、もう一本ね、超ごまんど10日予想っていう動画出したかったんですけども、間に合わない可能性があるので、もし出なかったらすみませんということで、とりあえず今回は、超ごまんど周年ごまね、予想やっていこうというわけでございます。では、早速、周年ごまの方からいきましょう。はい、ということで、まずこちらがですね、過去3年間の周年ごまになっていますという感じですね。上から順に4周年、5周年、6周年というふうにね、S ごま、A ごま並んでいるわけなんですが、6周年に関しては、これプラスレグズがね、競争枠でありましたといったところですね。で、これからヒントを探していきたいんですが、まずね、S ごまなんですけども、毎年新春超ごまが入ってきていますと。4周年で言うとアンドロメダ、シェンメイ、5周年で言うとサタン、6周年で言うとバハムートという風に入ってきてますね。で、これシェンメイから順番に見ていくと、シェンメイ2018年の新春御三家、サタンが2019年の新春御三家、バハムートが2020年なんですよね。なんでおそらく今年は2021年、つまりアポロン、エルロージュ、メイ、この3体のうちからどれか1体が周年ごま化するんじゃないかという風に思っております。そして A ごまとしては、まあ全部に共通しているのは無課金ごまっていうところですね。で、4周年だと決戦ごま、5周年6周年だと、バトルコインごまに、なっているわけですね。なんで、まあこれを元に今年の予想なんですけれども、こちら。はい、ということで、S 枠が、ラファエル、エルロージュ、フィン、A 枠がリンガット、カミュ、ハピアという6体に決定しました。まず S 枠に関してなんですけども、先ほども言ったようにね、2021年の新春御三家から1体ということで、今回はエルロージュ選択しましたと。まあ理由としてアポロンに関してはもう直近でね、チャージのイベントで出てますし、で、メイもね、結構季節化あるんで、なんですけど、このエルロージュだけまだね、季節化はしてないんで、まあ、ここで来るんじゃないかというところですね。で、残りの2枠に関しては、ラファエルはね、もうシンプルに、まあ、知名度の高さだったり、まあ、人気の高さから選びましたと。まあ、ラニとかティターニアとかね、結構古いところの人気ゴマが来やすいんで、まあ、ラファエルかなと。で、フィンに関しては、フィン来んの早くねって思ってる方いると思うんですけども、去年ね、マンドラゴラ出てるんで、マンドラって2020年12月実装なんで、去年の段階でそこまで生きるってことは、理論上今年はね、2021年の12月まで含めていいのかなってことで、フィンがね、9月なんで、まあ出せるだろうと、いった判断ですね。はい。で、あと男性キャラで、バランスが取れるっていうことと、まあ使用率も高いし、知名度も高いんで、まあ理由 S 枠はフィンかなと。いうことで S 枠3体はこんな感じですと。で、 A ゴマ、 A ゴマ僕今回もバトルコインゴマで来るんじゃないかということで、まあ馴染み深いキャラクターですね。リンガット、カミュー、そしてハピアと。まあカミューだけ今ね逆転コインなんですけども、まあバイスがね前例であるんで、まあ全然入ってくるかなと。まあ、というのもね、まあのバトルコインゴマ、まあ一応ね敵人はねいるんですよ。リティスとか、あとはそうですね、レイネールとかね、あとイグナーツとか考えたんですけど、まあ神が一番しっくりくるかなーっていうことでこの3体にしましたね。はい、ということで今回はこの6体で予想していこうと思います。はい、はい、続いて周年超ごまのお話いきましょうということで、これね前回の動画からね、引っ張ってきてるんですが、過去4年間の周年超ごまこのようになっていますということで、全て神属性なんですよね。で、特にトール、ウィブサニア、ここに関しては環境にもね大きな爪痕を残してますし、なんでかなり強い性能が出てくる可能性もありますよと。で、結構特徴的なのが、ダーシェ、トール、ウィブサニアがそうなんですけども、やっぱりその新規の方がね多く入ってくる時期っていうのもあってか、汎用性が高い、なおかつシンプルで扱いやすい、で強いっていう性能が多いんですよね。それがまあダーシェの投下で、トールの投下で、ウィブサニアの進化、これがね該当するんですよね。で、その流れで来るかと思いきや、去年がヘスティアで結構ね癖が強い感じの性能できたんで、果たしてどうなるかといったところなんですが、今ね過去4年間全て神属性で、神属性の予想でいくのかと思ったそこの皆さん、違うんですよ。これを見てください。はい、はい、これ今回来ている超ゴマハイコロシアムの画像なんですが、いきなりコロシアムの画像なんて貼り出してどうしたんだということなんですけれども、これのねフェアリーの属性見てほしい。はい、魔属性なんですよこれね。超ゴマハイコロシアムってその月に実装される超ゴマと同じ属性のフェアリーがここに入るんですよね。けど今回、皆さんも知っているように、今回追加された超ゴマっていうのはいませんと。じゃあなぜ魔属性のフェアリーをこのタイミングで出しているんですかっていうね話になるんですよね。まあ普段はね、こういう何もない時っていうのはゴールドフェアリーになるはずなんですが、
なぜか魔属性のフィアリーになっていますということなんですよね。ということは周年超ゴマは魔属性で来るんじゃないかという予想でございます。ちなみにこれそんなの当てになるのと思ってる皆さん、同じやり方で僕これメルベールの属性当ててますからねなんでこれ結構ね有力な情報なんですよ。ということで予想いきましょう。はい、ということで今回の予想なんですが、魔属性キャラということでシバ予想していきたいと思います。で、性能もね見ていきましょう。進化の方がこちらですね。はい、3ターンの間戦力490のアビススキル、コンボスキルが相手のキャラゴマ1枚につき相手の最大 HP で 5% 最大 13% となっております。はい、ぶっ壊れです。はいもう見てわかるぶっ壊れですね。スキルでまず3ターン1800ということで合計5400のアドバンテージが取れますと。で、コンボスキルがもう 5% 上昇 13% ということでね、もうシンプルに強いですと。バフォメットが 3% 上昇 13% なんで、それよりもね上昇値を 5% にね、上げちゃいましたという感じです。まあ、これがいわゆるさっき紹介したウィブサニアの進化とかいう感じのね、汎用性の高いぶっ壊れ枠っていう感じに、仕上げました。まあ、これちょっとね強すぎるかもしれないけどね。まあ、ただね、今回属性をね魔属性にした理由として、多分神属性でねああいう汎用性の高いぶっ壊れ作るっていうのには限界が来たのかなと思ってて、なら魔属性でそれをやろうっていう感じなのかなと、まあ僕は感じ取ったので、こういう性能に片方をねしてみました。で、10日なんですがこちら。はい、ということで初のリーダーオーラのエーテルスキルとなっています。はい、おなじみのね混合条件ついてまして、マナ条件ついていまして、毎ターン500の波動、200の回復、そしてマナ7個生成と。そしてまあリーダーオーラなんでね、コンボスキルあんま使うことはないかもしれませんが、一応ねコンボスキルには1500の波動、1000回復、15個生成のエーテルがついていますという感じです。まあこの性能に関してもウィブサニアの前例を見てっていう感じになるんですが、まあ過去にねウィブサニア10日が、召喚型の転結リーダーとなっていまして、圧倒的なそのくさびの生成力で転結デッキのパワーっていうのをぐっとね上げたキャラクターなんですよね。まあそれによってウィブサニアリーダーの転結環境っていうのがまあしばらく続いたぐらい、まあそれぐらい強かったので、今回はマナに焦点を当ててみました。まあひたすらね不遇デッキと言われ、まあ強化も一応入ってはいるんですけども、まあでかい強化がねまだ入ってないということで、ここで一発ドカンと来るんじゃないかということで、もうリーダーオーラエーテルにしちゃったということですね。まあ A コマがね、毎ターン5個マナを生成するっていうことなんですが、まあこれに毎ターンのね安定したアドバンテージつけまして、でその上で、マナを10個にしようかなとも迷ったんですが、10個にするとシンプルにこのデッキのスピードっていうのが2倍速になるんで、それはまずいということで、まあ7個に抑えました。はい、っていう感じですね。まあ毎ターンのねこの安定したアドバンテージがあるんであれば、まあ5個でもいいと思うんですけども、まあここは思い切って7個に増やしちゃおうということで、こういう性能にしました。はい、まあどっちか当たるといいね。はい、ということで今回ね、7周年の超ゴマ周年ゴマ予想していきましたということで、今年はね初の魔属性になる可能性が高いということで、性能もねどういう風になるかっていうのは結構楽しみにしてるところもあるし、まあ怖いなっていうのもまあ一応あるなーっていう感じなんですけども、まあこれ予想ね1個でも当たったらいいな。まあ自信があるのはねエルロージュはね自信があるね。エルロージュとリンガットは当たりそうな気がしてる。まあこれもね、今日のね配信でわかるということなんで、そして、今回ももちろんね、生配信で一緒に新着を見る配信やりますので、よかったらね多分19時からやるかな、あー違う19時から新着なんで、まあ18時とか18時半から配信ね始めますんで、よかったら見に来てください。ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。